ある村に角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で切りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。女子であればお前に似て美しい娘となろうぞ。まあThank you.
目元はあなたに似ると良いですね。私の好きなあなたのその目に。いやいや、お前にこそ似ると良い。愛しいお前のその目にの。伸びた髪を櫛で漉いてあげる日が楽しみです。
わしに似てしまうと、その間おとなしくして俺の子になるやもな。親としては傷一つなく健やかに育ってほしいものですが。なーに、戦傷は武士の誉れよ。ヒゲの生え方は親子で似るというが、我が子もこんなむさいヒゲ面になるのかの。あら、私は好きですよ、あなたのおヒゲ。
大きくなればいずれ化粧も教えてあげないといけませんね。おの子であっても戦場の作法として必要じゃ。おの子であれば存分に鍛えてやらねば。気が早うございますよ。私とあなたの間の子、どのような姿に育つのでしょうね。案ずるには及ばぬ。どのような姿になろうと
愛しい我が子よ。強く生きるのです。強く。That's my best friend.